目を開けて、エミエルだよ。キッカ。やあやあだハートちゃん、私の仮の主様、この姿では初めましてだね。思ったよりふわふわしてるというか、すごく天使って見たね。そうだねどうだね、ぬいぐるみの時より何千倍も可愛いでしょ。そうだね、それでこうやって私の中に入れたんだから説明してくれるよね。アクソウス、私の作戦と知識でソフィアちゃんのまとっている不可能のベールをすぐに剥ぎ取っちゃうんだから。大丈夫かな、ノリも軽いし強そうには見えないんだよな。取り回しているから聞いててね。というわけだから常に近すぎず遠すぎず可能と不可能の境界線となる場所を意識して伺いながら戦うのがコツだよ。可能支配室強いけどその分外からの情報量を多く取り入れないといけない面倒くさい能力でもあるからね。常に計算を強いられたらさすがのソフィアちゃんでも嫌がると思うんだ。でもどうやって把握するの？攻撃範囲ならリーチ、回避や移動なら運動量、具体に事前に知っておけばいいよ。運動量に関しては天秤でいじれちゃったりできるからね。むむ、把握したね。ならこっちは煉獄支配と天秤で場を乱して再計算させてやる。なるほど、動く気がないなら数センチの段差を真下に作って踏ん張った足の運動量を天秤で上げて計算狂わせてやろうみたいなね。つまり私は基本ソフィアちゃんのことを考えて動けばいいってこと？そうそう、自分のエリアを作ろうとかトラップとか変なことしたらすぐにソフィアちゃん賢いから気づいてオーバーライドしちゃったり、デバフをかけて制限させてやろうとしても事実変換で状態を取り替えっこもやるから余計なことは考えずにね。わかった、ありがとう。これであとはうまく立ち回ってみせるわ。まあ、これで知ったからってソフィアちゃんに勝てるとは到底思えないけど、頑張って。どういうこと？どうせすぐ対策するよ。それでそんなふりを克服するように成長しちゃうよ。なら見えるわ今、この状況の私の勝率はいくらだと思ってるの？ゼロだよ、なんで勝てると思ったの？じゃあ見えるの勝算は何なの？勝ち方法、それは私がバハートの体を使って戦う。これで 50%。私が教えたのはバハートさんが初手で死なないようにするため、どうせすぐに私に代わってくれないでしょ。死なない程度に気絶する。それで私が代わって戦う。これで勝算が生まれて 50% の確率で勝てる。これが私の作戦だよ。私を、捨て駒に使う気か？むしろ作戦の中にバハートさんを尊重して気絶することまで考慮したんだから褒めてほしいくらいだよ。私が出しゃばらなければ勝てる。でもそれは私の勝利なの。プライドは邪魔なだけ、知っててもそれを実行するのは難しいよね。だからまずはバハートさんに理解してもらうの。格の違いを知ってもらう。一度プライドが壊れたらいいよ。意地悪みたいになったけど、格を上げるには今のレベルの常識とプライドは捨ててもらわないと意味ないの。瞬間は常にストイックだからね。妥協はしないよ。つまり、今回はボコボコにされて見えるとソフィアの試合を指加えてみてろ。それで次から頑張れってことか。私は、天才って言われ続けたのに。わかった。私が気絶した時は私の全権利をエミエルに託す。もう、いや、戦いたくない。勝てないよ、あんなの。何やってるの？もう腕を気に入らないで、細胞をぐじゅぐじゅにしないで、目を炙らないで。もう降参します。一生をソフィア様に捧げますから。どうか。ふざけんな、お前が勝てると言ったから私はお前の言う通りにしたんだ。プライドを捨ててまで。だって、こんなの、想定外だったんだもん。言い訳なんて聞きたくない、戦え、無理なら教えろ、策を出せ、知識を私に与えろ、力を私によこせ。無理だよ、勝てないよ。絶対。無理。勝つつもりがないなら消えろ。逃げ腰天使から学ぶことなんて何もない。そんな子から学んだら私の価値観が下がるだけだわ。あの恐怖を味わってないからわかるんだ。あの痛みを。普通ここまでされて正気を持つ人なんていないよ。いるわよ。しかも私すらも憧れと尊敬を向けたほどの子が。あれ？ハクちゃんだよ。二回戦、体中穴が開いて、目もつぶれ、角や翼はちぎれ、死んでてもおかしくない勝負だった。だけど自分の勝利を信じて月下ちゃんを押し倒したことで得た勝利。あれはまさしく私の理想、私の全て。戦意を失って勝利を諦める子に教わることはない。そんな子はいらない。さっさとパト君のところに帰って、もう私を惑わさないで。ここから先は私がやる。厳しいね、私よりよっぽど俊敏に見えてるよ。失敗したな。エミッチならこれくらい対応してくれると思ったのに。
正直がっかりだよ。こんなことならエミッチの作戦にわざと乗って7割くらい技出してた方が良かったかな。バハート選手ダウン、ソフィア選手の攻撃を受け流したと思われたが反動で耐えきれなかったか。あ、エミエル、大丈夫かな。心配だな。あの感じ、もしかしてソフィアさん、神格解放を使った。私たちの間でもソフィアさんの神格解放の姿を覚えてる人はいない。なぜなら、絶対に阻止するから。カナちゃんが作った復活エリアで死亡時、戦闘中の記憶は抹消する。私が1回戦前にも使ったけど、その時もソフィアちゃんとの勝負は覚えていない。だけどソフィアちゃんが言ってた。ごめんね、特訓相手になれなくて。私が弱いからダメなんだよ。ソフィアちゃんも嫌な思いをさせてごめんね。神格解放はダメだね。制御できないからみんなすぐに死んじゃうよ。ソフィアちゃんがつぶやいた一言、それで私はソフィアちゃんの神格解放で阻止したんだなってわかった。多分ソフィアちゃんなりに工夫したんだと思う。だけど、ダメだった。生身で見たけど、まさかこんなにもあっさりと。エミッチなら私を楽しませてくれると思ったのに、結局ワクワクしたのは最初だけ。もういいや、あとは次つくよりっていう人倒して、決勝でパトに勝たせてあげたらメリアの考えてそうな思惑は果たせそうだし。もうこの大会に楽しみを見出すのはやめよう。そもそもこの大会はパトのために出てるんだから、目的さえ実行できればそれでいいんだ。バハート選手は完全に気を失っているため、戦闘不能とみなし勝者。ソフィア中身ってんじゃないわよ、天才。まだ手足がついて、私の中の血液や臓器が満足にあるでしょうが、それで勝ったなんておごりが過ぎるんじゃない。バハート選手、ゴールギリギリで立ち上がった。まだ勝負は続行です。エミッチは諦めたのに、バハートさんはまだ挑むんだね。当然でしょ、まだ私の心は死んでないんですもの。止まるの、私の相手がエミッチなしで。さあね、でも絶対に負けない。特にあなたにはね。あなたみたいに勝利への執念がない。必死さがない。何も勝利に欠けていない。そんな相手に私は絶対に負けたくない。ふん、バハートちゃんにはそれがあるの。それで私を楽しませることができるの。ある。それに必死に追い求める力はそっちのハクちゃんから学んだ。その可能性を否定させない。そう、なら序盤と同じようにならないでね。事実転換。私の力を干渉して制限してきた。満足に戦わせないつもりか。ならこっちも距離を詰めるだけだ。もうそれやったじゃん。ソフィア選手いきなり寝転がった。次はどんな作戦で翻弄するのか。モーションキル。可能攻撃、境界線の内側に。よっこいしょ、今のは可能エリア内の攻撃だよ。倒れて自分の可能エリアを足を使えない分減らせば、不可能エリアを増やしてきた。って考えるだろうから、それを利用して相手私の手と足が届く範囲にだけ攻撃範囲を絞って誘導したの。簡単なフェイクだよ。いかにも、この程度は対応して欲しかった。って顔ね、なら、煉獄支配。これで動いたら大やけど、完全守備はできても足元が不安定になったらさすがに体勢が崩れるでしょ。そのまま私のやることを見てろ。やだよ、面白くないし。オーバーライド。オーバーライド、の上位を忘れてた。でも自分ごと凍らせるなんて、無防備の極意。で、当初6星でじわじわと私にダメージを与えるつもりか。ほら、凍ったらもう私の境界線に立つ作戦できないね。ご愁傷様でした。事実変換氷漬けにならない。モーションキル。これがエミエルが言ってた、余計なことをするな、か。心に刻んでおくわ。天秤フォーラ優勢、衝撃絶望。二度と同じ過ちはしないわ。でもまた自由奪われたね。どうするの。攻撃全部天秤で緩和してやる。ソフィアちゃんには知恵で勝たないと勝機を見出せないのは分かったから。へえ、エミッチと同じ選択をするんだ。でも私も同じ失敗はしないよ。次はちゃんと楽しめるようにじわじわ小出しで攻めてやる。二人の知恵比べ、ソフィア流フラッシュ計算バトルの始まり始まり。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。